どうもピロミンです。今日は仕事が楽になる時間泥棒撃退法というテーマでお話をしていきたいと思います。ピロミンは楽読という速読のインストラクターをして4年目、週休3日、月賞100万、子育て優先のライフスタイルでお仕事をさせていただいています。今日はそんな私のですね、実体験だったりとかですね、これまでもいろいろね、生産性を上げるにはっていうところね、勉強してきた方だと思うので、そこからですね、ノウハウを少しお伝えしていきたいなというふうに思います。こちらの動画見ていただくとですね、この人に時間を奪われている、うまく時間を使えていない自分をですね、卒業するヒントになるんじゃないかなと思います。聞くのお話はどちらかというと、会社組織でお勤めの方だったりとか、自分でお仕事されてる方だったりとか、ビジネスシーンをですね、想定した時間術になってはいるんですけれども、プライベートでもですね、転用はできるかなというふうに思いますので、仕事っていう感じのね、人でなくてもですね、最後までよかったら動画をお付き合いいただければと思います。まずですね、今日時間泥棒撃退法なので、時間泥棒とはというところからね、ちょっとお話ししていきますが、いやー、この人とお話ししてても何のいいこともなさそうだなって、いや、この人との時間は何の生産性にも価値喪失にもつながっていないなみたいな、こういう風に感じさせてしまう時間と使い方を強いてるつもりはきっとないと思うんです。結果この人と過ごす時間があんまりいい時間になってない気がするなーって、そういう風にですね、なっちゃうね、こういう時間泥棒さんをですね、賢いことペペペペーってやりましょうっていうのがですね、今回のね、動画の趣旨になっています。今日はですね、私が考えている3大時間泥棒とその対策についてですね、お話をしていきたいなというふうに思いますね。ピロピンもですね、時間泥棒との戦いはですね、長きにわたってまして、もともと私、楽読、この速読を身につける場合って深夜残業の毎日だったんですよね。リクルートという会社でね、営業マンをやってまして、別に会社の悪口とかでも何でもなくて、めちゃめちゃ会社いい会社だったんですけど、どちらかというと仕事量は多いし、すぐ次の仕事来るみたいな、そんな会社だったので、繁忙期はもう日付変わってますけれどもっていう時間まで残業してた時って一時期あったんですよね。近年はですね、働き方改革でだいぶ状況はですね、改善されてるのと、当時の私がもう容量が悪すぎたっていうだけの話なんですがね、このね、生活からね、抜け出すことができて、今週休3日で月賞100万とかですね、こうやって YouTube で話せるようになったのに、ポイントがね、ざっくり2つありまして、1個は楽読ですよね。あと速読できるようになりますよ。単純に仕事の資料だったりとか、アポの資料作成なんかも早くなりますよ。頭の回転が早くなるので、全体的に仕事が早いみたいな、ここと、あと時間術ですよね。これはいろんなですね、雑誌だったりとか、私もMBA っていうですね、学位、経営学の学位を取りに行く過程で、どうやったら仕事が早く終わるのかみたいなところ、ちょっといろいろ研究してきたつもりですね。その上で、自分の仕事を早くするは、これは自分のスキルが上がればいける領域だと思うんですが、結果自分の仕事の時間が人から奪われるケースっていう、これもですね、あるじゃないですか。これは正直ですね、自分が人との関わり方だったりとか、コミュニケーションの取り方をですね、まずは意識的に変えていく必要があるんですよね。なので今日はですね、その人との関わり方の部分で、削れる時間のところをですね、ちょっとお伝えをしていくという感じで、いきたいなというふうに思います。ですね、方向性として一言言っておくとですね、どうやってやったら時間泥棒に時間を奪われない自分になれるのかっていう、動画の後半でも具体的にやっていただく行動はお伝えしていくんですけれども、一個方向性は、適度に絡みにくい人になってくださいという、そんな感じですね。適度にっていうのがですね、ポイントですね。ただの絡みにくい人になると、気がついたら周りに誰もいなくなっていましたってなると、それは困るじゃないですか。適度に絡みにくい人になるというのがですね、ミソですね。ね、私もこれまでいろんな方とですね、今いろんな会社だったりとかね、そういうところでお仕事でご一緒してきましたけれども、基本的に常に忙しい、常に時間に追われているっていう、そういう方はですね、周りの方から便利な人なんですよね。あの人に何でも聞いてみようみたいな、
こういうタイプ、こういうタイプで。まあ別になんかそのようにして、みんなの便利屋さんになることによって、気づかれるその人の価値っていうのはあると思いますし、本人さんがですね、それで喜びになっているんであれば、それはそれで働き方として素晴らしいなと思うので、全然これを否定するものでも何でもないんですけれども、時間ある人はいいですよね。それができて。そうそう。で、私みたいに、例えば、まあ、子供がね、いますよっていうところで、あと私、メニエル症候群っていう、まあ、持病って言ったらちょっと大げさですけれども、なんか睡眠時間が減ったりとか、体が疲れるとすぐめまいが起きて、動けねえってなるタイプなんですよね。そう。なので、仕事でこなせる量にですね、上限があるタイプでございまして。うん。そう。あと、まあ、家族の時間だったりとか、あとなんか自分のスキルを上げようと思うと、自己研鑽の時間、まあ、読書したりとか、どっかのセミナーだったりとか、ビジネススクールに学びに行ったりとか、こういう時間も必要じゃないですか。そう思うと、ピロミン的にはですね、週休3日程度にですね、仕事量を抑えておく。プラス、1週間あたりの労働時間もですね、20時間から30時間程度にですね、抑えておくと、自分の健康的にも、自分の仕事の品質的にも、あとはなんか、この限られた時間で仕事するんだぜっていう集中力維持的にもですね、いいなっていう風になったんですよね。そうそうそう。なので、まあね、もう時間が無限に、もう全ての自分の日常を仕事に投下してますみたいな、そういう人はですね、もう何でも私に聞いてくださいっていう、こういう便利屋モードで言えれば別にですね、いいかなという風に思うんですけれどもね、なかなかね、それができる方というのもですね、少ないんじゃないかなと思うので、限られた時間の中で、まあ、生産性高くですね、時間を使えるようになっていきたい時間泥棒さんをね、いい感じにですね撃退していきたいという方はですね、ピロミンのね、今からねお伝えするお話をですね、ぜひ取り入れられる範囲で取り入れていただけたらなというふうに思います。ということでですね、はい、前半で三大時間泥棒がいるぞっていう話をねさせていただきましたので、ここのですね、何かっていうところと、どうやって対策していくのかっていうところをお話ししていきたいと思います。まず一つ目ですね、三大時間泥棒その1、質の低い質問をする人でございますね。質問っていう感じ、私深いなと思ってるんですけど、質を問うと書いて質問なんですよね。そう。なので品質の低い質問をしてくる人は、ちょっとどうかなって私はですね、思っています。まあ、この品質の低い質問も方向性として私ざっくり2つあるなというふうに思ってるんですよね。まず1個目がですね、単純にネットやパソコンに弱いだけやんみたいな、こういうタイプですね。そうそう。いや、なんかこのシステムの使い方わからないんで教えてくださいとか、いや、マニュアル見ましたかって、そう、大体あるじゃないですか。こういうシステム系の使い方とか。あと、これの意味がよくわからないんで教えてくださいとか、いや、私に聞く前に先にググりましたかって、そうそうそう、ググるという。もう選択肢がすでにないとか、もうやめてくださいよってちょっと思うわけで、もうこのご時世ネットにいろいろですね、まあ、情報がね、情報過多の社会なので、ネットにいろいろ情報あるはずなのに、もう調べたら分かることが大半だと私は思うんですよね。そうそうそう、こういうところまでですね聞かないでほしいなっていう、そう、そこですね。ねえ、まあ酪農家や食農家関係の質問だったら、ちょっとしたものでも私、まあ、プロでございますんで、もう答えさせていただくんですけども、なんかそういうのじゃなくって、もう気軽に何でも聞いちゃえみたいな思考回路でいられると、ちょっとね、人の時間を奪ってることに気づいた方がいいんですよと思いますね。で、まあね、これがまあ1種類目ですけど、もう1個でですね、なんか質の低い質問しちゃいがちの人の傾向として、ただの思考停止だと思いますね。ねえ、なんか自分で考えたら調べたらわかる、なのに人に質問をすることで自分がその疑問解消にかける労力や時間を削ろうと思っているだけな気がするんですよね。で、もう自分がね楽をしたいから人の時間を奪っていいと思ってるんですね、こういう方は。ごめんなさい、私口悪いですね、すいません。そうそう、でもその通りなんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、こういう方に対してはですね、基本的に質問の品質を上げるようにですね、促すコミュニケーションを取りますね。まあ、単純に、まあ、調べでわかるようなことであれば、まずちょっとググってみてくださいっていうか、まあ、言い方悪いですね。ご自身ではお調べになりましたかみたいな感じでですね、聞いたりとかしてますね。で、まあ、なんか思考停止系の質問ですね、ちょっと前で行くと、まあ、私、週休3日で月賞100万ですみたいな話してるので、なんか、その働き方ができるようにするには何を勉強したらいいですかっていう質問をいただいたことがあるんですけど、相当
当広いと思うんですよね。でなのでピロミはこの質問してくれた方に関して、まあ、切り返した答えとしてはですね、ご自身では何を勉強するのがいいと考えてますかって聞きましたね。そうそうそう、ね、でその上でじゃあそれまずやってみてくださいって、それやってみてどうだったか振り返った上でまた次の質問いただいていいですかってしましたね。そうそうそう、ねえ、ねえ、なんか基本的に質問って思考停止でなんとなく聞いてあーみたいなのってあんまり本人にとって学びじゃなかったりするんですよね。あくまでそこで本人の意思だったり気持ちだったりとか何か体験が乗っかった上で次の知識が来ることによって入るっていうところがあるので、自分なりにやってみてどうだったかっていう振り返りは私マストだと思うんですよね。ね、それでやってみたけどうまくいかなかったんだったらばっていうところで、これ別にネットで調べる領域でもないじゃないですか。その上でアドバイスっていうところであればすごく納得できるなと思うのでね、こんな感じで質問の質を上げてからですね、あの仕事についても聞いてきてほしいなと私はちょっと思いますね。うん、おーい、でで時間泥棒2人目いきたいと思います。うん、はい、次はですね、愚痴っぽい人ですね。まあ、これはまあいろんなところで言われてる話題かなというふうに思うので、まあね、2点目はちょっとさらっといきますけど、例えばそうですね、人の悪口とか噂話とか、はあ、仕事だったりとか上司と最近うまくいかなくてって、まあこういう人間関係の悩み的な部分、こういうところですね、ね、基本落ち込んでるので話聞いてくださいよみたいな、あのこういうものの方、うん、ピロミンですね。まあピロミンはどのようにこういう方に対して対応してるかっていうとですね、あ、なかなかねドライな回答なんですけど、役立つ情報だけ仕入れて話を短く切り上げるということをですねしています。で、なんか会社組織だったりとか、まあ、コミュニティの中で仕事してると、なんか自分がそれを知らないことによって踏む可能性がある地雷って存在すると思うんですよね。例えば最近あの人とあの人不倫してるらしいよとか、あの上司の方が最近奥さんとうまくいってないから機嫌悪いよとかそうそうそう、あのこういうのって知らないことによってなんかあのデメリットになる可能性ってあると思うんですよね。なのでまあこういうのが聞けるぐらいのところでは話を聞く。でまあその情報を仕入れられたら、あーそっかそっか、うんうん、あ、ところでさ、この間のさみたいな、あのこんな感じでですね、あの特に同調してる感もなく、あの興味津々で聞いている感もなく、ふーんほーで聞き流し、右から左へ聞き流しながら適度なタイミングで話題を変えるということですねやってますね。そう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 、あ、ね、これね、なんかあのピロミンにね悩み相談とかね本当にねなさらないようにお願いします。あ、これ例えばですね、リターンスクールって、まあ、ピロミンコーチングだったりとかセッションのですね講座もですね、楽読とはまた別のところでやってるんですけど、あのこういうセッションの一環でですね人生相談を持ちかけるのはまたちょっと別のくくり、まあ、これはね、あのね、ちゃんとね真摯にその人の人生が変わるクオリティの回答やったり投げかけができるような感じでやるんですけれども、単純に日常会話でですねこういう人の噂だったりとか愚痴だったりとかするのは本当にピロミンはねやめた方がいいと思いますね。そうそうそう、何のね傾聴力もね、いや傾聴力はあるんですけれども、実はかなりある方だと思うんですけど、こういうところでは発揮しないと決めている感じですね。うん、そしてこういうのもどうしても愚痴を言いたくなっちゃった時、まあ、人間あると思うんで、まあ、こういう時にですねお願いしたいのがですね、あの愚痴るとか人の悪口とか言うんだったら相手に対してプレゼントになるようにやってくださいという話ですね。そう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 ね、もうオチのない話をダラ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 するのは本当最悪だなと思って、うん、ね、なんか何かもう愚痴を通して何かもうこちらにとって実になる情報提供があるか、この愚痴自体がですよ漫談かっていうぐらい、ちょっとあのこちらに笑顔をプレゼントしていただける状態でやってほしいなと思う。あ、実はちょっと私のプライベートの友人で一人すごく愚痴っぽいんだけど、その愚痴が面白いっていうタイプの子がですね言ってですね、あ、もうちょっとこの子の愚痴だったらちょっと長時間聞いてても平気だなみたいな、そういう不思議な子もですねいます。ちゃんと起承転結でですね最終的にあのオチがあるような状態にすると、まあ、長く話しすぎないっていう、ここがねポイントかなっていうふうに思います。ね、基本的にねオチのないね愚痴をですねダラ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 お話になる人はですね、うん、あのもう一言で言うとモテないですよ。モテなくていいんだったらそのままでいいんじゃないですかね。そう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 、まあまあまあ、あ、すいませんね、ちょっとねここの下りねさらっといくとか言ったくせに長くなってるんで、3つ目いきたいと思いますが、はい、3つ目のね、3大事
時間泥棒さんはですね、仕事の納期や時間を守らない人ですね。で、人の時間奪ってへっちゃらさんなタイプね。本人に自覚があればいいですけれども、まあないケースが多いんですよね。ね、あ、なんかね、依頼した仕事来ないなーとか、あ、このアポイントやミーティング1時間だって聞いてたのに1時間半かかってるよとかね。あとはまあ約束の時間に遅れるとかですね。そうそうそう。これピロビンですね。こういうタイプダメなんですよね。実は今年入ってかな、これ。ラグドックスクールで、まあ、ちょっとの関係のお仕事をちょっと依頼してた業者さんがですね、実はいたんですよね。納期が指定されたものより遅れるということが3回続きましてですね。そうそうそう。1、2回目は、まだですか？まだですか？みたいな感じで、やんわりプッシュしてたんですけど、3回目に立って、あ、うん、もうちょっと仕事頼むのやめようと思いますっていう挨拶をちょっと入れさせていただいたということがですね、ありましたね。こういう、そろそろかな、まだかな、届かないな、みたいな、こういう、やきもきする、ここに割かれている時間がもったいないと思うんですよ。いや、他のこと考えれたじゃん、このやきもきする時間でって思うわけですよね。うん。ねえ、そしてなんか1時間だと思ったのが1時間半とか、いや、この3時間返せよって私は思うわけで、そう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 。ねえ、結果として伸びちゃうんであれば、ちゃんとその旨挨拶、なんかね、伸びそうだけどいいかな、この後寄ってなかったですかね、みたいな、そういうのでしてほしいな、というふうに思うし。ねえ、約束の時間に遅れるのも、まあ状況によりけりですけど、ピロミンは基本合わせないですね。遅れたけど、じゃあ遅れた人に合わせて、じゃあ10分待とうかな、みたいな、あんまりやらない方ですね。じゃあとりあえず帝国でやるんで、待ってますね、みたいな。この時が多いかな、と思いますね。うん。基本的に、まあ、こういう人は、なんか、まあ、過ぎても合わせないっていうことではあるんですけれどで、ね、うん。ね、納期までに、まあ、仕事の依頼が間に合わなかったら、じゃあ、私、その次の仕事やらないっすね、みたいな。じゃあ、ここまでに間に合わなかったら、じゃあ、また来週でいいですかね、みたいな。そうそうそう、よくやってました、リクルート時代から、こういうの。ね、うん。あとはですね、時間、アポの時間や、ミーティングの時間が伸びちゃう問題もですね、次の予定がある旨、言っといたりとかするとね、いいかなって。で、その時間に実際になったら、あ、じゃあ私も次の予定があるんで、で、先に出ますね。みたいな、そんな感じ。よくやってます。今でもよくやってますね。そう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 。そういう感じですね。基本的に、まあ、こういうのを繰り返して、あ、ピロミンとのアポイントは時間を守らないと、やばいかもっていう状態で、相手の方にちょっとやんわりすり込んでいく。これを繰り返すとですね、相手さんに時間を守る意識がですね、出来上がったりとかですね、します。まあ、これを繰り返してダメだったら、まあ、強行手段ですね。うん、じゃあ、ここから、今度からお仕事ご一緒しませんということで、お断りをするということは、私だったらやりますね。うん。ね、皆さんどうですかね、優しい人はここでね、ずるずる合わせてね、付き合っちゃう人いるかなと思うんですけど、あんまりね、お互いのためにならないと思うので、バッサリと言っていただくといいなと思います。うん。はい。じゃあ今日はですね、仕事が楽になる時間泥棒撃退法ということで、3つですね、3大時間泥棒さんとその対策をお伝えさせていただきました。1個目が質の低い質問をする方です。ね、相手さんの思考停止とこちらの時間を奪っても OK と思ってるだけだと思うので、そこに合わせすぎないのがですね、ポイントですね。質問の質を上げていただくようにコミュニケーションしていきましょうと。で、二つ目、愚痴っぽい人ですね。うん。役立つ情報だけ仕入れてバサリ話を切るでございます。うん。あと、同調しすぎるとですね、青山さんもそうやって言ってましたよ、みたいなことで言われたりとかね、するので、同調するのもですね、禁物でございます。適度に話を切り替えて、こいつ話しても無駄だって思ってもらう方がですね、楽ちんでございます。うん。で、三つ目はですね、仕事の納期や時間を守らない人ですね。うん。もう、後で予定入れちゃうとかですね、するのがね、私はね、楽だと思います。あとは、まあ、納期を守らなかったら、まあ、次の仕事に響きますよっていうのをですね、口だけじゃなく、ちゃんと行動で示すっていうのをですね、やっていただくとここが早いかなと思います。そんな感じですね。ほーい。時は金なり。そして命の時間ですね。有限です。人間は永遠に生きられませんので。ね、自分の時間も、そして時間泥棒さんに対策することによってですね、その相手さんの時間もいい感じに使えるようにっていう感じでですね、イケてるコミュニケーションが取れるようになったら嬉しいなと思います。ピロミもですね、勉強中の領域でございますんで、引き続き磨いていきたいと思います。ということで、今日のお話、ためになりましたという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。私の動画では、楽読、速読の話、ビジネスに役立つノウハウの話、生きるのが楽になるマインドの話をさせていただいてます。次回の動画もご期待ください。それでは、皆さん、また。